なのか、フィリピンチップ必要なのか、まあ、基本的には必要ではないんですよね。だから上げたら喜びますし、あと例えばマッサージのスパとかだと結構チップを要求してくる、まあ、もちろん任意だったりするんですけども、ところがあるので、チップを上げると喜ばれるかなと。で、まあ、20ペソぐらいとかでいいと思うんですよね。日本円だと40円とか、まあ、50ペソだと日本円で100円ぐらいですけども、まあ、紙幣でもコインでもいいんですけども、マッサージのテラピストさんなんかには僕はあげたりしてますね。なので、彼らもですね、やっぱり生活の糧として、そういう小さなお金も大きいので、気持ちとしてあげればいいと思います。ただ、レストランとかで必須ではないですよね。アメリカの、まあ、文化が入っている国ではあるんですけれども、必須ではないっていうところで、まあ、その辺はですね、ご自身の判断でやっていけばいいのかなというふうには思っております。